皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー4実況プレイパート31やっていきます。試練の洞窟攻略の続きですね。やっていきます。敵がまあそこそこ強いダンジョンなんですけども、まあある程度ねレベルの上がってる状態で入ってきてるんで、今のところはそれほど苦もなく進めています。本来であればね、戦闘を離脱しても復活しないはずのキャラクターたちも、アドバンス版以降では復帰してね、協力してくれます。まあここに入った目的は、一番の目的としてはまずレベルを少しでも上げることですね。さて、では第6層、一歩で出んのや。あ、MP ね。よっしゃ。普通に戦える。雷竜。うわ、強い。だんだん出てくる敵がえげつなくないですか。足でやられちゃったよ。よし、深いダンジョンだからね、 MP の管理が難しいんだ。あ、こいつら余裕だ。えべ、出てくるか。よしよしよし。最強の装備品がね、隠されていてであろう隠し通路を見逃さないようにね、一つできます。あった、これだ。よっしゃ。死の宣告。
かない。金が弱点ではないのか。こいつお金すごい落とすね。クイックを使ってみたい。結構強い。ええやん。どっちだ。あ、グランドヘルム。モルボルが出てきたらちょっと怖いからな。今は装備しないでおこう。グランドアーマー、よし、いいね。じゃこれで最強の防具は一通りね回収できたと思います。待ってこれはちょっとね敵が強いよ。お金貯まってきてるしな。エーテル使っちゃえ。また買えばいいや。よし、さっさと攻略しよう。ここにあと2回も来なきゃならないからね。うーわー、いっぱい来たな、おい。ちょっと待て。よし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 。ああ、面白いね。え、もうアイテムいっぱいになった？マジか。下なんかあったかな？いや、いや。ああ、多分両線なんかあんな。強いな。あ、そっか。アイテムだった。よ。こういうのいいや。ラストエリクサー、これは大事。ラストエリクサー。
よし。スキレ。オッケー。さあ、到着しました。第8回。こうやってここに、いろんなキャラクターの、ね、最強の武器が置かれています。ここはですね、右が、入り口で、左が、セーブポイントだったかな。よし。一時で休んでから、挑みます。さて、まずどっちに挑もうかな。んじゃあ、ヤン用の装備を手に入れるために、戦いを挑んでいきたいと思います。ここまで来たら別にもう、最強防具をつけてもいいでしょう。よし、セーブもして。OK。では、まず。我が力、求むるなら、試練に打ち勝ち、その証を立てよ。さあ、来るぞ。ストームドラゴン。弱点は氷属性なんで、それでメインに戦っていきたいんですが、シドは何させたらいいんだろう。スローかけとくか。で、厄介なことされる前に倒しちゃいたいんです。ここで。今いいダメージ入ったな。うわ、ミールストーム。これ間違ってるし。あ、そうした。よっしゃー、危ねー。ゴッドハンドを手に入れた。聖なる属性持ってるのかな？ゴッドハンド。強い。攻撃力も上がる。ヤンのお装備でね、攻撃力が上がる武器っていうのは珍しいんですよ。オッケーオッケー、回復しよう。よし、では次は、シドの装備狙っていきたいと思います。これだ。雷属性の武器をメインに行きます。あ、マリオが出てこ。これ少して、ステータスが68、51。73、あ、こっちの強いね。よし、じゃあ行きまーす。まあ、とにかく強いの、早いな、動き。とにかくこいつも強いので、気をつけていきたい。9999入りましたけど。エクモナイト。で、バハムート。で、シールにバーサク。止める。やっぱヤン強いね。攻撃力おかしい、今の。さあ、バハムートとどっちが強いか。バハムートも強い。炎。これはどうだ。まあまあ痛いね。でも全く問題ねえや。これは速攻で終わる。終わった。
トールハンマー。オッケー。多分両手用だからね。斧装備できなくなったんだけど。強い。攻撃力220。一番高いじゃん。よーし。で、他にもね、武器があるんですけれども、一旦帰りたいと思います。ちょっと、道中カットして、また戻ってきます。よっしゃ、戻ってきたここまで5分で戻ってきたぞ。よし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 。では、パルムとポルムを連れてまいりました。あと、エッチですね。では、最初にどっちにしようかな。まず、パルム側から行ってみたいと思います。これから戦う敵は魔法使いの属性というか種族になっているので、メイジマッシャーがよく効くはず。あとはどうしようかな。あと、ま、今季魔法メインで戦うから別にいいか。よし。ヒュップのクラウンや賢者のローブ、猫耳フードにローブをロード、ちゃんと付けてあります。あ、セーブしよう。では、これかな？グリーンマスター。基本的には中央にいるあいつを攻撃していくんですけど、周りのね、奴らが厄介なので、先にね、倒しちゃいます。まあ全部倒しちゃうと、また復活されて厄介なので、一体だけ残す形で倒していきたいと思います。反射魔法、これ結構痛いな。メイン火力はまあエッジのメイジマッシャーになりそうだ。反射フレア痛いよ。こいつが一番強いんじゃないか？違う、これだ。うわ、痛え。これ絶対誰か死ぬ。おお、エッジが死ぬのは困る。
白い顔が出てくれば嬉しい。黒か、一番役立たないやつ。おっ、そしたら OK、 足かく。そしたら修行の成果見せてもらおうか。なんとね、ファルムは黒魔法すべてマスターしちゃいました。まさかのメテを収納します。降り飛んだか。ダガーってのがちょっと使いづらいですけどね。これせめてエッジが遊びできてくれればよかったんだけど、思いがなかったか。まあいい。これで魔力上がんのかな。せ90。お、結構上がるんだ。あ、じゃあいいじゃん。よし、じゃあ回復。さあ、次がポロムですね。属性攻撃は効かないので、まあ純粋に物理とかでいきましょうか。あ、そうだ、忘れたところだった。エビテッドをあらかじめかけてきます。ほい、ではあらかじめ踏まないと。あと基本物理攻撃仕掛けてくるだけなんで、まあちょこちょことブリ肉とかかけておきます。お、ブリは強い。攻撃力結構高いな。この火力だったらすぐ倒せるでしょ。強い強い。これもやった。あらららら。アルムがめちゃくちゃ強い。ブレはほとんど影響ないもんね。よしよし、楽勝だ。セラフィムメイス。でも陽一の味噌をしたいんだ。オッケー、よし、4人クリア。あと1人。連れてきまーす。
戻ってきた。はい、ギルバート連れてきました。こいつが一番ね、お世話がいける。レベル高くなってるくせしてね、HP1100 しかないしね、装備まともなもんないからね、道中基本全部逃げてきました。よし。さあ、では、行きましょうか。では、これですね。装備も、多分大丈夫。弱点属性とかないんでね。いいでしょう。行きます。これちょっと反撃をしてくるので無理せずね。準備から先にしていきます。ギルバートは黙って隠れてろ。まず全員にね、ブリンクを。開けていきます。攻撃力がとにかく高いんでね、本当は白魔導士もっと増やしていきたかったんですけど、なるべくね短いターンで倒したいということで、リディアとヤンを連れてきました。ヤンをエッチにしてね、分身とか使ってもいいかもしれないけど、まあ多分こっちの方が早い。カメルが強いからね。よし、準備は整った。じゃあバハムートを止める。人気防御、バスくらいもらっても平気でしょ。つかプロテスでいいんじゃね。ギルバートのための戦いなのにギルバートの戦いに参加しません。でもまあ、ギルバートはこれでいいんです。ギルバートがこいつの攻撃耐えきれるわけないからね。OK。アポロンのハープ。よし、これで一通りのね、全キャラクター分の最強の装備品が集まりました。全キャラクターじゃねえな。セシルたち以外か。よし。まあ、彼らを連れてラストダンジョンへは行かないんですけれども、まあ、クリア後のダンジョンを攻略したりとか、まあ、場合によってね、参加させればいいこともあるかもしれないので、まあ、レベルもね、多少上がりましたし、いいと思います。まあ、ぶっちゃけね、今ねカイン、エッジ、リディア、ローザを連れていくよりも多分ギルバート以外の4人連れてった方が強いかもしれないけど、まあいいんだ、それはいいんだ。よし、
ではパーティー戻します。ここです、真打登場です。腕ばいことはねえし。いや。あとで、なんか適当に用意しておきたいと思います。よし、では次回からはいよいよラストダンジョンの攻略に向かっていきたいと思います。まあね、とてつもなく強力な敵も待っていることですけども、なんとか攻略していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、ファイナルファンタジー4実況プレイのパート31、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見てくれなー。